ルネ・ジュスト・アユイは、フランスの鉱物学者及び生殖者である。結晶は、小さなユニットの繰り返しでできているという理論を提唱し、結晶学の父と呼ばれる。イルド・フランス・ジュスタ・ショッセに生まれた。パリで学び、1770年司祭に任じられた。パリ植物園で働き、1783年科学アカデミーの会員になった。 高等師範学校の教授などを務めた。1784年に床に落として砕けた法解析が元の結晶と同じ形の小さな結晶の破片になったのを見て結晶面の寸法に整数比が成り立つという有利指数の法則を発見し、原子または分子が並んで作る結晶は小さなユニットの繰り返しでできているという説を提唱した。 フランス革命後の1792年、聖職者民事基本法への宣誓を拒否したため、投獄されたが、弟子のエティエンヌ・ジョフロワ・サン・ティレールの尽力によって9月虐殺の直前に解放され、難を逃れることができた。1797年、知人のルイ・ニコラ・ボークランが、シベリア産のクレナイ・エンコから発見した、新元素に、酸化状態によって様々な色を呈することから、 ギリシャ語の回廊をオメガミューアルファにちなんでクロムの名を与えた。1821年にはスウェーデン、王立科学アカデミーの外国人メンバーに選出されている。兄弟2784年に盲学校をパリに設立したバランタン・アユインがいる。順調席の一種であるハウインはアユイから名付けられた。ありがとうございます。